宇宙世紀0079、1月、スペースコロニーサイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に対し独立戦争を仕掛けてきた。ジオン公国軍は既存の電子機器を使用不能とするミノフスキー粒子と、その散布下における有視界戦闘用の巨大人型兵器モビルスーツを実戦投入することで、物量で勝る連邦軍を圧倒した。開戦と同時にジオン公国軍は連邦軍総司令本部ジャブローを目標とし、スペースコロニーを地球に落下させるブリティッシュ作戦を決行。しかし連邦軍の必死の抵抗によりダメージを受けたコロニーはアラビア上空で崩壊し、最大の破片はオーストラリアのシドニーを直撃、町を巨大な湾へと変貌させた。コロニー落としの失敗により戦争の長期化を予想したジオン公国軍は、資源確保のため地球降下作戦を決行。電撃的に地上の3分の2を占領した。しかし慣れない地上での環境で兵は疲弊し、伸びきった戦線を維持することは困難となり、両軍の間にしばしの膠着状態が続くことになる。モビルスーツの脅威を目の当たりにした連邦軍はモビルスーツの開発量産に力を入れ、来るべき反攻作戦の開始に備えていた。これはその戦争の中で歴史の表舞台に出ることなく戦い続けた者たちの物語。宇宙世紀0079、1月、スペースコロニーサイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に対し独立戦争を仕掛けてきた。ジオン公国軍は既存の電子機器を使用不能とするミノフスキー粒子と、その散布下における有視界戦闘用の巨大人型兵器モビルスーツを実戦投入することで、物量で勝る連邦軍を圧倒した。開戦と同時にジオン公国軍は連邦軍総司令本部ジャブローを目標とし、スペースコロニーを地球に落下させるブリティッシュ作戦を決行。しかし連邦軍の必死の抵抗によりダメージを受けたコロニーはアラビア上空で崩壊し、最大の破片はオーストラリアのシドニーを直撃、町を巨大な湾へと変貌させた。コロニー落としの失敗により戦争の長期化を予想したジオン公国軍は、資源確保のため地球降下作戦を決行。電撃的に地上の3分の2を占領した。しかし慣れない地上での環境で兵は疲弊し、伸びきった戦線を維持することは困難となり、両軍の間にしばしの膠着状態が続くことになる。モビルスーツの脅威を目の当たりにした連邦軍はモビルスーツの開発量産に力を入れ、来るべき反攻作戦の開始に備えていた。これはその戦争の中で歴史の表舞台に出ることなく戦い続けた者たちの物語。
はい、注目。今回の作戦よ、ちゃっちゃと確認してちょうだい。ミッション内容の確認、よろしく。機体状況の確認、いい？あんたの命がかかってるからね。出発！これまで通り、任務はモビルスーツの実践テストを兼ねてるから、そのつもりで。了解。ってことで、各員適当によろしく。適当、了解。了解。戦闘データならいくらでも集めてやる。リッパーは相変わらず戦闘狂だね。戦闘はいいけど、任務の内容覚えてる？おい、敵の殲滅だ。違う、基地の防衛。やることは同じだ。いやいや、全然違いますって。ヘクサー。あ、どうした、ボマ。干渉地帯での作戦行動は極めてデリケートだ。この任務、俺らみたいなのが任されていいのか。猫の手も借りたいんだろうね。まもなく降下地点。クソ高い損耗率の激戦区よ。気を引き締めて。コースよし、よーい、降下。行くぞ、野郎ども。グッドラック。一つ目が友軍の砲撃が始まってる。6-1式じゃ、モビルスーツ相手に分が悪い。支援する、前衛を任せる。モビルスーツは俺がやる。さて、追っ始めようか。やり足りないって。戦闘機はほどほどにしてくださいよ。協力を感謝する。武器を味方に向けるなって教わんなかったのか。包囲されてますね。何のつもりだ。ちょっとリッパー、こいつやりやがった。まあいざ、元からこのつもりだ。貴様ら、まさか。物資の横流しくらいでやめときゃいいのに、やりすぎだ。いくらなんでもジオンとつるむってな、なしだろ。聞いたことがある、極秘の後期粛清部隊の噂。なら分かるわよ、これから何が始まるか。
今回の作戦よ、ちゃっちゃと確認してちょうだい。ミッション内容の確認、よろしく。機体状況の確認、いい？あんたの命がかかってるからね。出発！状況分かってんのか？この距離ならモビルスーツの走行くらい簡単にぶち抜けるんだぜ。極秘部隊といえど飛んで火にいるなんとやらだ。はいや、やれ。ミデアじゃねえか、笑わせんな。ミデアにあんな武装が？ちょっと、味方を撃つのは初めてか？これで後には引けないって。隊長、口からザクが出てきたぞ。やれやれ、魔男を見つけた気分だぜ。へこむな、それ。きっついお仕置きが必要だな。涙が出るね。よっぽどいい目を見させてもらってたんだろうさ。物足りないと思ってたところだ。少しは楽しませてくれよ。
敵へ認められず、あらかた片付きましたね。さてと、観念したか、基地司令殿。法務官を呼べ。釈明は軍事法廷でする。分かってないわね。そういうレベルの話じゃないんだよ。やめろ。貴様、私を誰だと。あとは頼んだぜ、ボマー。3, 2, 1。 やはり早くは南米さんに限るな。毎度見事なものね。連邦の部隊もジオンもいなくなって、ここどうなるんですか。つまらないことを気にするやつだな。いや、気になるでしょ。代わりが来るだけよ。グレイブの子飼いが新しい基地司令で乗り込んでくる。ボスはますます権力を手に入れるさ。いいんですか、それって。ほんと、つまらないことを気にするやつだな。仕事は終わりだ。戻って一杯やるぞ。今回の作戦よ、ちゃっちゃと確認してちょうだい。ミッション内容の確認、よろしく。機体状況の確認、いい？あんたの命がかかってるからね。出発。なかなかのハンサムな、ほれぼれするね。何言ってんの。大変だ、体調がおかしい。頭でも打ったか。この新型のことだよ。なんで二丸の連中は揃いも揃って口が悪いかな。機種転換訓練ちゃんとしたのか。ぶっつけ本番でなんとかなるし。なんとかすんなさ。根拠ねえけど、すげえ自信だろ。適当なだけだろ。やられるんじゃないわよ、キキさん。ダイバーちゃん、心配してくれんの。苦労して手配したハイスペックね。釣れないね。てか苦労って、また指令書偽造したのか。勘弁しろよ。特技は生かしてこそ。そういや、聞きました、すげえ美人の噂。なになに、私の話。ダイバーさんなわけないでしょ。ミデア隊の隊長さんですよ。あとで顔貸せよ、ハイヤー。バカだな。骨は拾ってやる。ほら、そろそろ目標地点よ。敵へ発見。ここから狙える。美人の隊長さんが到着する前にお掃除と行きますか。輸送隊は例のホワイトベースへの補給物資を。ホワイトベースか。そう、
民間人の子供がガンダムに乗って赤い彗星とやり合ったり、北米のザル家のお坊ちゃんに始末したり。マジかな。アジア太平洋を渡って連戦連勝、大崩れだし、いつかやり合ってみたいな。いや、勝手だろ。周囲に敵影は認められず。よし、掃除は終わりだ。これで少しは日本にいるホワイトベースの助けになればいいわね。どうかな、彼らはいいように使われてるのかも。実験台としてな。嫌な考え方ね。今回の補給作戦はレヴィル将軍直々の命令らしいわよ。レヴィル将軍か。この間やった空き地司令、有名な反レビル派だってな。じゃあ僕らのボスグレイブはレビル派ですか。ってことになるかな。レビル将軍ってすげえいい人そうなのに、なんかイメージ変わったな。将軍は知らないのかも。グレイブ、グレイブが勝手にレビルの敵を殺しまくってるってことですか。うんじゃ、余計な詮索は身を滅ぼすぜ。ま、俺らはもともと死人だけどな。そうそう、二丸の活躍によってミデア輸送隊と美人隊長は守られたのでした。めでたしめでたし。それでいいだろう。今回の作戦よ、ジャッジャと確認してちょうだい。
ミッション内容の確認よろしく。機体状況の確認いい？あんたの命がかかってるからね。出発！で、そいつは何をやったんだ？たかが実戦部隊の隊長でしょ？グレイブが直で暗殺を指示するなんて穏やかじゃないですね。グレイブの女でも寝とったか？なんにもやってないの？はぁ？閃光も上げてるし、部下にも慕われている。肝心の鏡。なぜそんな奴を？うちのと違って、そこの隊長さんは反レヴィル派で有名な名門軍人一族。それって見せしめじゃないですか。彼が貧困法制で火の打ちどころがない軍人なんで、こんな回りくどい方法でやらなくていい。レヴィルの敵はグレイブの敵、グレイブの敵は俺たちの敵だ。なんか腑に落ちません。つまらないことを言うやつだな。じゃあリッパーは文句がないのか？言っても仕方ない。そういうこと。元から俺たちには選ぶことなんてできないのさ。見つけた、ジオンのモビルスーツだ。目標の部隊です。始めていいか？撃ってもいいけど当てちゃダメだからね。ごちゃごちゃ言うから手元が狂った。仕方ないさ、当てに行こうぜ。レイスとも巣穴から出てきな。よし、釣り針に引っかかった。こいつらを引き連れて本体に合流する。リッパー、これ以上ジオンのモビルスーツに被害を出さないでよ。言われなくても分かっている。こちら、二丸モビルスーツ実験部隊。ジオン部隊から攻撃を受け撤退中。援護を頼む。フィクサーっては役者ね。よし、早速動き出した。さすが優等生。ジオンも食いついたけど。ミッション内容の確認よろしく。くっ、敵機を撃墜。敵機撃破。落ちろ。一機撃墜。こいつは楽しいぞ。一機撃墜。ああ、新たな敵部隊接近中。敵機を撃墜。落としたか。
せい。一気に下せい。楽しいぞ。敵落としたか。弱すぎでしょ。とんだ番狂わせだな。兵の士気も練度も高い優秀な部隊だ。この流れまずくない？どうするフィクサー、やるか？ちょっと待て。ハイヤー、例のものは用意してあります。どうだいボマー。でかしたハイヤー。マゼラアタックの搭載砲か。証拠を残さないようジオンの武器で片付けるってわけだな。そいつで隊長機を狙撃だ。できるなボマー。任せておけ。恨みはないがこれも任務だ。弾着確認。はいや、お前いいガンスミスになれるぜ。残りのジオンはあの部隊でどうにでもなるわね。隊長さんは名誉の戦士。ニュースにはそう出るな。真相は藪の中だ。僕どんどん悪党面になってる気がする。今さら何言ってんの。ここにいるのは悪党だけさ。だろ。今回の作戦よ、ちゃっちゃと確認してちょうだい。ミッション内容の確認、よろしく。機体状況の確認、いい？あんたの命がかかってるからね。出発！今日の敵防衛線を確認。もうすぐ見えるはずです。了解。張り切るのはいいが撃ち落とされるなよ。まともな任務なんだ、張り切ってる。何
まともね。将軍殿の露払い、栄えある任務だろう。手柄も将軍殿に総取りされるけどな。手柄はどうでもいい。戦えれば新しい力を早く試したい。お前さんはブレないね。モビルスーツが出てきた。ようやく私たちに気づいた。さっさとターゲットの施設を破壊してずらかるぞ。まずはターゲットに張り付く。そっから俺の仕事だ。綺麗に吹き飛ばしてやる。まもなく光線距離に入ります。なるほど、追っ始めようぜ。俺が前衛だ。ボマーがターゲットに張り付いた。こいつらを光の跡に仕立てるまで少々お待ちを。任せたぞ。フィクサー、新手だ。ついてないね。気をつけた方がいい。この部隊、見たことないモビルスーツも混じってる。ああ、新型の紫野郎は俺がやる。任せた。俺は残りを引きつけて、とにかく時間を稼ぐ。こういうのはどうだ？ぶっ飛べ！くそ！内部構造が事前情報と違うぜ！少し手戻るぞ！了解だ。とはいえ、できるだけ急いでくれ。
だか、ホマ。文句はダイバーに言え。適当なネタ掴ませやがって。よし、いいぞ。そうですね、マルコシアス。大丈夫か、リッパー。次は勝つ。今回の作戦よ、ちゃっちゃと確認してちょうだい。ミッション内容の確認、よろしく。状況の確認、いい？あんたの命がかかってるからね。出発！ミノフスキー粒子が濃すぎる。ここから先、こっちの通信は無理かも。敵は襲撃を警戒しているようね。前の戦闘を見たく増援ってのはごめんだぜ。って聞こえてねえな。なあ、ここだけの話だが、あ、グレイブは俺たちを始末するつもりかもしれない。前の出撃はやばかった。お前さん、いきなり重い話を持ち出す。生き残ったのはバンクルワスだ。利用価値があるうちは生きてられるさ。俺たちにはその価値がある。価値があるかないか、そいつを決めるのはグレイで、その判断材料はダイバーの報告にかかってる。ダイバー、モビルスーツ接近。未来の不安より眼前の脅威だ。各自の判断で発砲を許可する。こいつは楽しいぞ。さらに撃墜。こいつは食らえ。
敵機撃破。敵機撃墜。動いてる敵モビルスーツは認められない。片付いたようだな。みたいね。お疲れ様。し、増援はないのか。毎度あってたまるか。弾に燃料に金属か。たくさん溜め込んだもんだな。見た感じ物資を運び出そうとしてたみたいですね。尻尾巻いて逃げ出すつもりだったか。ここの物資は後で引き取ってもらえ。周辺警戒だ。ダイバー、いいか。何？プライベート通信なんて。愛の告白でもする気？それもいいんだが、ジオンの暗号化地図を見つけた。お前なら解析できるだろう。なんでそんな面倒くさい。一緒に金のインゴットがあった。金？ゴールド？本物？ああ、持ち出した先が書かれているはずだ。そういうことなら話は別、任せといて。